ちょっと試したい。俺はいいトス上げてます。もっと決めてください。もっと早く動け。もっと高く飛べ。俺のトスに合わせろ。勝ちたいだろ。これはトライアングル2。日吉が戻ってきたことで前半と同じ型に戻してきたか。確かに今の俺たちの攻撃の要は日向影山だけど、その攻撃が使えない場面をしのぐのも。わーってるよ、皆まで言うな。おかげで肩の力も抜けた。あと残り2分、楽しんでこうぜ。なんで負けんだよ。どんな手使った？誰か若俊君止めた？そんで試合終盤、鏡に体力負けしたらしゃあねえ。また前と同じ結果になるだけのことだ。ここに立った以上、そんな逃げるための言い訳は何の意味もない。もう知ってる。だってさ、戦意なくしてしょぼくれたやつにやり返しても面白くないじゃんよ。もう2回も抜かれたもんね。5回は抜くよ。こいつ意図的にずっとクロスだけ塞いできたのか。こんなに自己主張の薄いミドル初めてだよ。あ、はい、すいません。は？自分クラス一緒だから止めたんですけど、ダメです。その、いや、ええよ別に。ほんとすいません。生きてて。生きてて。白鳥沢に勝てる強ささえあれば県内のどこにだって勝てるだろう。単純思ったんだけどさ、そん中の2つには俺ら勝ったわけじゃん。今年はもしかしていけちゃうんでない？俺が引き出せるのはボクトさんの力の一部ですし、それに絶好調のボクトさんは別にお前らのためにやってるわけじゃない。パスを通れば俺が気持ちいい。ハルコウ、おめでとうございます。部員もみな気合入ってますよ。で、早速一つ質問がある。昨日リコの裸覗いたやつは前に出ろ。でもよ、考えてみろよ。へこんでる俺とおせおせの俺、どっちがかっこいいと思う？クロコー！久しぶり。荻原くん、2年ぶりだな。なんか雰囲気。遠征には行けないから。ただ来月になったら期末テストあるの分かるよね。勝つのは俺だ。落山を打つのは100年早い。俺もメインアリーナが良かった。メインアリーナの方がでっかい。クロコッチ、どういうつもりっすか。バレバレっすよ今さら。後ろに鏡っちが控えてる。狙いはおそらく前やった時と同じ。